ルーイ・ブローディ・ナンは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士である。1967年から1971年まで、第51代ケンタッキー州知事を務めた。伝統的に民主党が優勢なケンタッキー州にあって、1947年に、退任したシメオン・ウィリス以来20年振りの共和党知事であり、ナンの後は2003年に、アーニー・フレッチャーが当選するまで30年以上。 共和党知事はいない。第二次世界大戦で非戦闘部門の軍務を終えた後、法学校を卒業したナンは、法律実務をはじめ、ケンタッキー州バーレン軍では、初の共和党軍判事になった。ジョン・シャーマン・クーパー、サーストン・モートン、ドワイト・ディ・アイゼンハワーなど全国レベルの共和党候補者の選挙運動で働いた。1963年ケンタッキー州知事選挙で共和党候補となったが、 民主党候補のエドワード・ブレシットに対して接戦を落とした。この選挙戦中に前任知事バートコームズが署名したケンタッキー州の公共サービスから人種差別をなくす執行命令が大きな問題になった。ナンは当選すればこの命令を撤廃すると誓ったがブレシットはその継続を約束した。1967年ナンは サイド州知事選挙に立候補した。共和党予備選挙でマーロー・クックを破った後、本選挙では民主党のヘンリー・ウォードに新勝した。州の選挙で選ばれる役人は民主党と共和党で分かれ、民主党員副知事ウェンデル・エイチ・フォードと協力しなければならなくなった。ケンタッキー州議会は民主党が支配していたにもかかわらず、難は優先事項の多くを法制化することができた。 例えば、州立公園体系の改善や修全体の精神医療センターネットワークの構築に資する増税があった。北ケンタッキー大学をコミュニティカレッジから上級教育機関へ移行させ、ルイビル大学を州立大学システムの中に入れさせた。その政権の後半では、ルイビルでの人種暴動や、ケンタッキー大学でベトナム戦争に反対する。 暴力的抗議が起きて、災いされた。知事を退任した後は、1972年のアメリカ合衆国上院議員選挙で、ウォルター、D. ハドルストンに、1979年の州知事選挙では、ジョン・ワイ・ブラウン・ジュニアに挑戦したが、どちらも敗北した。晩年は、息子のスティーブの政治的野心を支持し、ケンタッキー州における工業用技の合法化を提唱した。 ナンは2004年1月29日に心臓発作で死んだ。ルーイ・ブローディ・ナンは1924年3月8日にケンタッキー州バーレン郡とメトカーフ郡の境にある小さな町パークで生まれた。生まれた時の名ルーイは父の個人となった友人から取られ、ミドルネームのブローディは母方のせいだった。父はウォラー・ハリソン・ナン、母はメアリー・ロバーツであり。 その四人の息子の四男だった。ルーイーの下に女の子のバージニアがいた。南家は農家であり、雑貨店を経営していたが、父のウォラーは生まれつき心臓病を抱え、関節炎を悪くし、軽作業に限られる状態だった。長兄のリーロイは、共和党で影響力ある、選挙参謀かつ資金集め担当となった。南は、パークの教室が一つ、教師が一人の学校で、 最初の8年間の教育を受けた。10代の時、農場の重い機械を持ち上げている時にヘルニアを患った。このことに、父の病歴が組み合わされ、その生涯の大半について回る腰痛になった、可能性がある。1938年、ハイスビル高校に入学した。ボーリンググリーン実業大学で学士号を取得した。 1941年12月7日の真珠湾攻撃の後、南は B-17 爆撃機のパイロットになれると期待して操縦訓練を受けるためにオハイオ州新シシティに向かった。しかし、最初の飛行訓練を終えるときまでにアメリカ陸軍は航空士官候補生プログラムを中断していた。1943年6月2日、南は陸軍に入隊し、 テキサス州フォートワース近くのウォルターズ砦で入隊時訓練を受けた。その後何度も転籍された。最初はテキサス州ウィチタホールズに近いシェパード空軍基地、中東だった。次に第97不評師団配属となり、ミズーリ州レナードオット砦で追加訓練を受けた。最後は陸軍医療隊に転籍となったが、腰痛が悪くなり、 1945年9月13日に疾病除隊となった。除隊の時は5長になっていた。軍隊任務の後、新シシティ大学で法学の余科に通った。3年後、ルイビル大学法学校に入学した。この時の同級には、後のアメリカ合衆国会議員、マーロー・クックがいた。1950年に法学志望を取得した。同年9月には、 ケンタッキー州グラス号で法律実務を始めた。1950年10月12日、ナンはケンタッキー州ボンド出身の離婚経験者ビューラー、コーネリアス・アスプレイと結婚した。この夫妻には1951年生まれのジェニー・ルーと1952年生まれのスティーブという二人の子供が生まれた。アスプレイは最初の結婚から三人の子供を産んでいた。 南は幼い時からのメソジストを、アスプレートの結婚後に離れ、ディサイプルスの会員になった。1953年6月17日、南は、軍藩時の共和党候補者となることを宣言し、最終的に宣言した唯一の共和党員となった。民主党の予備選挙では、挑戦者の一人が、現職が、個人的な利益のためにその職を使ったと告発した。 調査が行われた後、不満を抱いた民主党集団が難を選ぶ組織を結成した。難は5171票対4378票という結果で民主党挑戦者を破り、民主党の強い軍で始まって、以来の共和党員軍判事となった。1956年、難はドワイト・ディ・アイゼンハワーの大統領選挙、さらには、 ジョン・シャーマン・クーパーとサーストン・モートンのアメリカ合衆国上異議院選挙で州全体の選挙マネージャーを務めた。1956年、ケンタッキー州青年会議所が難を今年の若者に挙げた。1957年、軍藩事の再選では候補者とならなかったが、1958年、グラスゴー氏の試験察官に指名された。 1959年には、州知事選挙に出馬することも検討したが、共和党員にとっては悪い年であると説得され、出馬しなかった。1960年のクーパー上院議員の再選。1962年のモートン上院議員の再選では選挙運動をうまく取り仕切った。1960年には、リチャード・ニクソンの大統領選挙についても、州内の運動を管理した。 その選挙では民主党のジョン・カイ・ケネディが当選したが、ニクソンはケンタッキー州を投票率54%で制した。ナンは1963年州知事選挙で共和党候補となった。この選挙運動中、現職知事バート・コームズが署名したケンタッキー州の公共サービスから人種差別をなくす執行命令を攻撃した。この命令は 合憲性に問題のある独裁者の布告であると主張し、アメリカ合衆国司法長官、ロバート・ケネディが指図していたと告発した。テレビに出た難は命令書の写しを示し、私の最初の行動はこれを廃止することだと宣言した。ニューレパブリックはケンタッキー州で最初の明白な人種差別運動を行っていると批判した。選挙では、 民主党候補のエドワード・ブレシットに対して1万3000秒強の差で敗れた。1967年、ケンタッキー州では、久しぶりとなる共和党予備選挙で、ナンは、旧友のジェファーソン軍判事、マーロー・クックと対決した。ナンは、クックのことを、リベラルな元ニューヨーク人と攻撃し、支持者の中には、クックのユダヤ人支持者を引き合いに出す者もいた。 選挙戦に反ユダヤ主義が入ってきたことで、ジョン・シャーマン・クーパー上院議員から批判が出るようになり、クーパーはクックの支持を表明した。ナンはクーパーのカトリック教会信仰も攻撃した。この戦術は、州内のプロテスタント有権者には特に効果があることが分かった。予備選挙は接戦となり、ナンがクックを交わして公認指名を得た。次の本選挙では、 民主党のヘンリー・ウォードが相手だった。この選挙戦中、ナンは民主党が政権運営の非効率さを補うために増税しようとしていると非難した。さらに民主党内の分裂にも乗じ、それまで二度州知事を務めてきた民主党員 AB、A.B. ハッピー・チャンドラーがナンを支持した。当時の大統領リンドン・ジョンソンに対する全国共和党の運動に密接に連動し、 全国的に著名な共和党員数人をケンタッキー州に呼んで応援演説をさせた。本選挙の開票結果は45万4123票対42万5674票で難が制した。ただし選挙で選ばれる州役人の半分は民主党が制しており、副知事も民主党のウェンデル・エイチ・フォードが当選した。州議会は民主党が支配していたが、 南はその政策の大半を通過させることができた。選挙戦中に増税しないと公約していたにも、かかわらず、全任ブレシット政権で、週予算に2400万ドルの赤字が出ることが予測されると、南は議会を説得して、自動車登録費を5ドルから12.5ドルに増額させ、就職費税も3%から5%に増税した。ンの予算は、教育、精神医療、 経済開発の資金を増額させることに集中した。1970年会期では、ナンが提案した処方繊薬品を無税とし、自動車にかかる料金を家庭内に移して使うという案は成立したが、低収入家庭のために所得税を下げ、猛者と高齢者のために税額控除を増やすという案は拒否された。ナンはルイビル大学を州立大学システムに組み込むことを監督した。 選挙戦中の公約を満たすために、北ケンタッキーコミュニティカレッジを4年生修立大学システムのメンバーである北ケンタッキー修立カレッジに格上げさせた。歴史家のローエル・イーチ・ハリソンは、これらの動きが既存の修立高等教育機関への支持を薄めさせたと言っている。また新設されたケンタッキー州教育テレビも支持した。なんは、 州立公園システムの宿泊施設を倍にさせた。バーレンガは、古州立、リゾート公園が何の人気中に完成し、他にも3つの公園が計画され予算化された。州立の精神医療体系も大きく改善させた。その指導下で、州全体22カ所の精神医療センターのネットワークが完成し、州内4つの心理療法病院が初めて認証された。南は、 中立の精神医療体系改革を知事として最も誇って良い成果だと言った。しかしなんと議会の間で全てが合意されたわけではなかった。1968年会期で議会を通過した法案の4分の1に何は拒否権を行使し、1970年会期の場合は14%に拒否権を使った。厚生住宅法は何の署名なしで法制化され、 1970年度予算の場合は抗議の意味で署名を拒んだ。署名されない法案はケンタッキー州憲法の規定により10日後に成立する。アメリカ合衆国憲法で握りつぶしを認めているのとは対照的である。ニクソン大統領の法と秩序哲学の支持者として難は州内での暴力的抗議に衆軍を出動させ、鎮圧させた。 1968年5月、ルイビルに衆軍を派遣して平和的な公民権更新の後に起きた人種関連抗議行動を鎮圧させた。この行動は州内の公民権運動活動家に批判された。1970年5月、南はケンタッキー大学でのベトナム戦争に対する抗議行動を鎮めるために再度衆軍を派遣し外出禁止令を発動して、 学年末試験を遅らせた。ケンタッキー大学での抗議行動は、学内の予備役士官訓練部の建物一つを燃やす、ところまで拡大した。1968年から1969年、ナンは全国知事会議の実行委員会委員を務め、1971年には共和党知事協会の会長を務めた。ルイビル・クーリエ・ジャーナルは、ナンの政権を害して、 彼の州財政管理は健全だった。州予算の赤字に直面し、支払い能力を回復させ、健全なものにした。何の履歴にはスキャンダルがない。有能な人材を選んで歳入と財政の部門に当て、その効率性が、州から莫大な金を救った。と評していた。歴史家のトマス・ディ・クラークは、何のことを、ケンタッキー州知事になった8人の共和党員の中で、 最強のものと呼んだ。ンは知事の任期が明けた後、歴新ントンで法律実務を始めた。1972年のアメリカ合衆国上位議員選挙で民主党のウォルター、D. ハドルストーンに敗れた。この敗北はリチャード・ニクソンが大統領選挙で州内で対象したにもかかわらずの敗北であり、知事であった時代に増税したことで、支持率に影響したと見られた。 南は共和党候補者のために働き続け、1975年には現職のジェラルド・フォードに挑戦するロナルド・レーガンを支援した。1979年の州知事選挙では民主党のジョン・ワイ・ブラウン・ジュニアに挑戦した。南は民主党政権で発生した過剰な支出、拡大する政府、増加した政府職員数を非難した。また、 ブラウンのプレイボーイ的イメージも攻撃した。ブラウンは元、ミスアメリカのフィリス・ジョージと結婚していた。また、納税申告書を公開しなかったことや、政府での経験が足りないことも攻撃した。このように攻撃したにもかかわらず、投票結果では38万1278票を獲得したに止まり、55万8千八8票のブラウンに敗北した。これが何にとって、 最後の選挙となり、その後は法律実務に戻った。1980年代、南はモアヘッド州立大学とケンタッキー州立大学の理事を務めた。西ケンタッキー大学では講師を務め、1999年にはルイビル大学から結出した卒業聖書を受けた。1980年代後半、ケンタッキー州共和党から売り出し中の指導者、 ミッチ・マコーネル上院議員を他の共和党員の選挙を支援しないと批判した。マコーネルは1990年にある地震の再選に向けて集中しなければならないと主張した。1988年、ゲンタッキー州共和党全国委員の地位を求めてアメリカ合衆国会議員のジムバニングに挑戦したが敗北した。1994年、 何の妻ビューラが癌で死につつある病院のベッドから離婚の訴訟を起こした。ビューラは子供たちのために資産のいくらかを保存しようとしていると主張した。メトカーフ軍判事が離婚を認めたが、南はその裁定に異議申し立てを行い、その後棚上げにされた。1995年にビューラが死んだ時も資産の問題は決着がついていなかった。 この離婚訴訟の間、息子のスティーブは母の肩を持ち、父との間に溝を作った。1994年にナンが出した手紙では、スティーブが心理的にも自義的にも留意にや、家族の他のメンバーを虐待したと記していた。この手紙は2009年に見つかった。この時スティーブは元フィアンセのアマンダロス殺害容疑で告訴されていた。1999年、 ナンは、息子のスティーブが出馬する可能性をなくすために、知事選への出馬を再度検討した。実際に出馬しない理由として、個人と健康の問題を挙げていた。2000年、ジョン・マケイン上院議員の大統領選挙出馬を支持した。ナンは、息子のスティーブと和解し、スティーブが2003年の州知事選挙に出馬した時は、彼を支持した。4人が立候補した。 予備選挙でスティーブが3位になると、ナンは共和党公認となったアーニー・フレッチャーを支持し、選挙資金集めの集会を主催した。ナンはケンタッキー州における工業用朝の合法化を提唱するようになり、率直に言って朝はマリファナだという意見だったので、長年朝の合法化に反対だった。私の考えには禁止眼的なところがあった。私は間違っていたと記していた。 2000年、南は、俳優ディ・ハレルソンの無罪を確保した。ハレルソンは、リー軍に来て、朝の栽培を禁じるケンタッキー州法に公然と挑戦し、朝の種を植えた。ハレルソンは後に、サウスダコタ州に移動し、ラシュモア山のふもとで、オグラララコタ族の指導者に、朝の俵を公然と贈呈した。ラコタ族の収穫していた朝が、 連邦政府薬物管理局の役人によって押収された後のことだった。ルーイ・ナンは2004年1月29日、バーセールズの自宅で心臓発作のために死んだ。これは当選したばかりのフレッチャー政権との取引で援助を求める労働組合指導者との昼食会を開いた数時間後のことだった。ハート軍のコスビーメソジスト教会墓地に埋葬された。 カンバーランドパークウェイは2000年にルーイ・ビーナンカンバーランドパークウェイと改名され、バーレンガは、古州立、リゾート公園のシュロッチも、何の功績を称えて名付けられた。ありがとうございます。